EHF チャンピオンズリーグは欧州ハンドボール連盟の主催で毎年9月から翌年の5月にかけて行われるクラブチームによるハンドボールの大陸選手権である FCL とも略記される1956年に国際ハンドボール連盟の主催で始まったサッカーの UEFA チャンピオンズリーグのハンドボール版にあたる女子の大会については 女子 EHF チャンピオンズリーグを参照。欧州各国のリーグ戦の上位クラブが出場資格がある。出場資格は EHF ランキングに基づき決定される。予備予選はまずセントラル方式で行い、1位のみグループステージに進出。グループステージは8チームずつのグループ AB と6チームずつのグループ CD に分かれて行う。AB 組は1位が準々決勝へ。 それ以外の上位5チームもラウンド16に進出。CD 組は上位2チームがプレーオフに進む。決勝トーナメントは UEFA チャンピオンズリーグとは違い、準々決勝までホームアウェー方式、準決勝以降はセントラル方式の一発勝負がケルンのランクセスアレーナで開催され、優勝チームにはクラブ世界一をかけたスーパーグローブの出場資格が得られる。 ありがとうございます。